セントホース手洗いチャレンジスタートです。まずは手を濡らします。ハンドソープ、泡立てます。手の甲も洗います、そして指の間も洗います。しっかり。次に一本一本の指を洗います。こんな感じですかね。親指も。腕がたくましいんですよね、私。筋肉なのか筋なのかわかんないんですけど、洗います。一本一本 OK かな、全部いったかな。そしたら次は爪、反対も。ちょっとカメラ目線すぎますかね。こんな感じでいいのかな。あります。さあ、そして次は手首です。全部いったかな。よし、洗い流します。しっかりと肘近くまで洗った方がいいのかな。うん、綺麗になった。そして外から帰ってきた場合はペーパータオルで拭きます。使ったところも拭きます。うん、出来上がり。次は誰でしょうか。バイバイ。皆さんこんにちは、望月玲です。3回目の更新です。イエーイ。なぜこの格好をしているか、いろんなね、こんなことしてほしいみたいなのを書いてくださっている方がたくさんいて、その中でいくつかあったのが手洗い動画をやってほしいだったんですね。でもそのままなんかここであのままの通りの動画を配信してもなと思い、ちょっとバージョンアップさせて、その名もコスプレ手洗い動画。それでは手洗い動画スタートです。水を出して濡らして泡立てます。指の間も、そして一本一本も洗います。そして手首の方も洗います。は前に何で買ったんだっけな、なんかハロウィンの時に友達何人かでお揃いで買いました。好きなんですよね。そもそもこの襟が立ってる服っていうのが大好きなんですけど、意外と細く見えますしね、このチャイナドレス。洗いました。では洗い流します。綺麗に流れましたね。手洗いは本当に癖づきましたよね、今回ので。しっかり洗うっていうのは。そして、ペーパータオルで拭きます。
出来上がりました。終わりました。